キンプリ脱退、フードコートからの独立、メンバーたちの新たな冒険へ、脱退直前の風景。2023年5月、キングプリンス以下、キンプリの中から平野紫耀、岸ユ太神宮寺ユ太が脱退するという衝撃のニュースがファンを驚かせた。彼らの脱退により、グループの構成が大きく変わる中、 キンプリは果たしてどのようなグループなのか、その得意な経緯やメンバーたちの新たな一歩に焦点を当てて考察していきたい。第一章、キンプリのデビューとメンバーの結集。キンプリの歴史は、セクシーゾーンを追いよ関西ジャニーズ JR 出身者らが集結し、2015年のシアタークリエ公演でのメイン公演を機に始まった。 その後、ミスター・キング・ VS ・ミスター・プリンスというユニークな形態での活動が展開され、デビューに至る道のりが続いた。しかし、この VS 構造が解体され、という記号が導入されると同時にキンプリの個々のメンバーが独自の道を歩み始めた。第2章、キンプリ、フードコートのようなグループ キンプリの魅力は各メンバーが異なるキャラクターを持ち、それぞれが個性的な存在であることにある。これが彼らをまるでフードコートのようなものとみなす理由となった。フードコートでは様々な料理が一堂に会し、それぞれが異なるが共存する構造がキンプリのグループダイナミクスに通じるものがある。第3章、絶対的なまとめ役やバランサーの不在。 キンプリの特徴的な点は、絶対的なまとめ役やバランサーが現れにくかったことだ。各メンバーが強烈な個性を持ち、同じくらいの人気を誇るため、グループ全体において均衡が難しかった。これが VS の構造が続く限り、一つの中心的存在が生まれにくかった要因と考えられる。第4章。 キンプリの正統派イメージとジャニーズの看板的存在。キンプリはジャニーズ事務所の看板的な存在として王子様的正統派ジャニーズとして期待されてきた。しかし一方でジャニーズらしからぬという異色性もあり、時折それが葛藤を生んでいた。彼らは海外での活動を希望したが、現実的な制約や状況により難航。 そして、脱退によりグループは新たな局面に立たされることになった。第5章、メンバーの新たな冒険への一歩。岩橋のように早くから独立を果たしたメンバーもおり、今後の展望が注目される。残されたメンバーが新たなグループや個々の活動を模索する中、彼らのこれからに期待が寄せられる。 キンプリがフードコートから独立して、それぞれのお店を開くような未来が待っているのかもしれない。キンプリの新たなショーの始まり。キンプリのメンバーたちがそれぞれの道を歩む中、グループとしての新しいショーが始まる。フードコートからの独立が、彼らにとって新たな挑戦となることは間違いない。 脱退により変わった金プリだが、それぞれの未来が明るいものであることを期待してやまない。